根尾はファームでは今日が12試合目の登板になります。沸かせたスターの一人、根尾昂。伊藤、今日はデッドボールと三振。岡野から9球粘ったんですが、最後は三振でした。ショートです。浜から一塁に送られてワンアウト。伊藤は先頭バッターとして出塁することはできませんでした。背番号7をつけているこの根尾。バッター1番の牧原大成。今日はここまで3打席ヒットなし。まあ、しかし守備の牧原に対してはボール3つ。3ボールからの4球目ストライクです。球投げるたびに声が。打ち返した。打球はファウルです。フルカウントで投球は8球目になります。これもファウル。粘る牧原。近め外れてフォアボールです。ここは牧原の粘り勝ちでしょうか。ピンチヒッターは増田。2球目はファールです。右方向への打球ファウル。大きく外れるボールです。打球はショートです。トスして一塁はどうだ、間に合った、ダブルプレー。